この犬たちがお父さんのところにいられる日にちは7日間。その間に新しい飼い主さんを見つけてあげるというか。飼い主が見つからんかったらどうすると？長いこといろんな犬見てきたけど、こんな母性の強い母犬初めてや。凶暴な犬の子犬なんて誰か引き取る。可愛がれば可愛がるほど辛いとにね。里美との約束も犬の命救うこともやらんうちから諦めたくないんです。もしかしてこいつ飼い主からすごく愛されてたんじゃないのかな。なんすかこれ、ルール違反でしょ。子供たちのために戦ってるんやろ。一緒にいさせてあげてよ。限られた時間の中で僕は君に何をしてあげられるだろう。市民から苦情があった以上処分だ。処分って母親なんですよ。君が今日まで流した涙、君が今日まで隠した涙、全てが無駄じゃないと信じる思いが愛をつないだ命の物語。きっと心は通じ合える。ひまわりと子犬の7日間。